大手町ビルジングは東京メトロ大手町駅に直結し東京都千代田区大手町一丁目に所在する三菱地所保有のオフィスビル。2021年3月大規模なリノベーションが一通りの完成を迎えた。人務景気の公共をバックに丸の内の優位性を高めかつビジネスセンターの分散化を極力防ぐとの構想の元計画され工事は体制建設が受け負い。 1958年4月10日に、竣工した。地下3階地上9階建て、延べ床面積33,660坪の、このビルは当時としては、東洋一のマンモスビルとして改良し、従来の三菱地所の建物には見られない特徴を持ち、その後の三菱地所ビルの指標ともなった。その第一は、地下に東京電力の新丸ビル変電所以上の、 高域高圧変電所を設置したこと。第2は、アメリカ式のコアシステムの採用で、これは、ビルの敷地がやや不整形である上に、南北の長さ約56メートルに必死東西に、長さが205メートルもあり、中庭から採興する方式ではロスが多いため、できるだけオフィススペースを多く確保するために、エレベーターや階段、通路、洗面所等の設備を、 建物中央部に集中させる、いわゆるコアシステムを初めて採用した。第3の特徴は、このビルから初めて全館冷房設備を導入したことで、冷房設備の導入は、コストアップを低廉な賃料では回収しきれないという理由で当初は見送られていた。しかし、工事途中で冷房を希望する賃借予約人が多く、最終的に、 三菱地所発のダクトによる冷暖房が実現を見た。第四の特徴として挙げられるのが、地上9階建てとしたことで当時、建物は最高で31メートルという高さ、政権があり、三菱地所のビルはすべて8階建てで統一されていた。しかし、経済性の検知から地上を9階建てで利用する、研究を続け、このビルから実行を試みている。屋上には、 大手町観音が安置され、毎年4月17日、この地区の交流を願って供養が行われる。航空母艦のように巨大なこのビルは、当時の法的、技術的制約により、低層で柱が多く、戦術した通り、東西に長い廊下形式である。これが、強敵には20坪単位で仕切れる、小割りオフィスに適していると言えることから、三菱地所では、建て替えではなく、 ストック価値を生かした全面的なリノベーションを行い、フィンテック関連やベンチャー、スタートアップ企業の誘致を図り、大手企業とスタートアップが協業する拠点を整備することになった。これにのっとり外装改修では、水平垂直に組まれたフレームで多い統一感を持たせつつ、大名工事には、レンガタイル、日比谷通りには、公共石垣をモチーフとして埋め込むことで、 接する通りの風景を形作り、中央部は透明なカーテンウォールと丸の内中通りの路面と同じ床仕上げとし、有楽町、丸の内エリアからの街のつながりを建物を貫いて延伸させた。またこれまで設備スペースとしてしか利用していなかった屋上空間には約4000平方メートルの屋上庭園の整備も計画されている。リノベーションを機にビル東側を ラボゾーンと位置づけソフトウェア会社である SAP ジャパンと三菱自書が共同で社会課題を解決する新規ビジネスの創出を目的としたオープンイノベーションのためのコラボラティブスペースインスパイアードラボを2019年2月1日に開設したほか三菱自書、電通、電通国際情報サービスの3社が協業で運営している 日本初の会員制フィンテック集積拠点、フィノラブは床面積を約650坪から約1200坪に3度目となる拡張を行った。他に世界4大会計事務所の一角である KPMG の運営するイノベーション拠点、KPMG イグニッション東京、トヨタ自動車が自動運転を支える周辺技術の開発拠点となる大手町オフィスをそれぞれ設けた。 東京メトロ丸の内線大手町駅に直結しており、改札前通路と地下2階がつながっている。また、地下2階部分は東京メトロ半蔵門線大手町駅の改札通路、東京メトロ千代田線大手町駅の改札通路とも接続されており、特に丸の内線改札からは乗り換えの乗降客もビル内を通過して乗り換える場合が多い。ありがとうございます。